サラです。こちらの1228になります。こういう感じですね。こういう感じでございます。と思います。景色はいまいちでございますこういう感じでございます。こちらが傷が2本ありまして、電子ケトルですね。あとこちらにテレビがあります。こちらマグカップとコップで冷蔵庫になります。冷蔵庫もついているので水を入れようと思います。あとここは椅子ですね。広さはそんな広い感じではないんですけども、シックでとても清潔感があって、おしゃれなデザインとなっております。こんな感じでちょっと都会的なイメージをした、デザインになっております。モダンなデザインとなっております。コップと、歯ブラシがあります。その他のアメニティはフロントで、フロントにて取りに行くということでそうです。これからメイク直しをしようと思ったんですけども、こういう感じで鏡があるのでとてもありがたいですね。一泊なので持ってくるのもめんどくさいじゃないですか。なのでこういう感じであるととてもありがたいです。皆さんこんにちは、サラです。今大阪に来ております。今日は大阪に一泊する予定でございま す, でです、ね、ホテルはホテルインターゲート大阪梅田に宿泊いたします。この、 目玉と言いますと、サービスがとても充実しておりまして、朝の10時半から20時までコーヒーを、無料でサービスを受けることができます。で15時から20時になりますと、さらに加えて、お茶菓子とあと他のソフトドリンクですね、そういったサービスを受けることができます。で、17時から19時まで、ここからハッピーアワーと言いまして、なんかちょっとした赤ワインとかホワイトワイン、あと他のお酒ですね。でプラスおつまみを楽しむことができるみたいです。いやすごいですよね。こんなにいろいろとサービスを受けれるっていうのもなかなか珍しいなと思います。珍しいのが、私はまだ経験値がまだ未熟なのでそう思ってるだけで、他にもあると思うんですけども、すごくサービスが豊富でございます。でさらにですね、20時から22時まで、ここからお茶漬けを楽しむことができるみたいです。いやちょっとね、全部制覇したいなと思っておりまして、で今日はバスで来たんですけども、もうバスの中でもそれが一番このサービスを受けることが楽しみで、何時から何時間までかっていうのを結構把握しておりました。でなんですけども、ちゃんとこのちゃんとね、こうあれなんです、こういう感じでこういう冊子がありますので、時間を把握することができます。で絶対にこれちょっと今から行こうかなと思ってるんですけども、今だとちょうどコーヒータイムとアフタヌーンサービスですね、両方受けることができます。楽しみです。あとこちらは18階に大浴場がありまして、15時から深夜の1時までですね。で朝だと、朝の6時から10時まで入浴することができるみたいです。あと、フィットネスジムも18階にございまして、で今回のホテルは無料でご利用ができるみたいです。で今日は、またそうです、明日の朝食付き の, プランにしているので、朝食が2階の朝の7時から10時半まで、受けることができるみたいです。で今日ですね、今のところ購入したものが、今日初鶴橋ですね、コリアンタウンの鶴橋なんですけども、鶴橋に行ってきまして、マカロンとですね、感じでサミコスメティックところで、コスメは買ってないんですけども、こういう感じでケアのものを買いました。650円みたいです。650円、なんかちょっと可愛いなと思って買ってみました。こんなものを買ってみました。
へえー、すごいね。ではあられ。ピスタチオあるのすごいね。ピスタチオあるよ。そう。これ。あ、本当よ。ピスタチオあるってなんかちょっとすごくない？ちょっとなんか高級感あるよ。ただのナッツの盛り合わせじゃない。うん。ね。ちゃんとなんか高級リストだ。おいしい、マドレーヌ。うん。ずっとここでくるくれた。マドレーヌめっちゃ美味しいね。バター効いとって。本当マドレーヌ美味しいんやけど。ちょっと持ってきて。次持ってきてマドレーヌ。大量やんな、まほ。これが焼き肉の。大量やんこれ。乾杯。いい音したね。苦いね、渋いね。美味しい。生ハム美味しいね。YouTube ですか？ YouTube やってます。お待たせしました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。次に参ります。コーヒーは、お部屋に持ち帰り可能だそうです。結構本格的に作っていただきました。ちょっとつけばいきます。あ、一回これ。
あ、そうやね。朝どこ行く？どうしようね、どこ行こう。どうしようね。でも、昼過ぎぐらいにカフェ行って、うん、それ昼ご飯ですよ。あ、これ美味しい。